はい、どうもこんにちは。ワンダーランズやっていきます。ボーダーランズシリーズのスピンオフですね。早速やっていきましょうか。サインイン。プレイ。ニューゲームの難易度、リラックス、バランス、インテリンス、インテンス。バランスでいいか。んで、グループモード。協力プレイができるとか、なんか、あったね。まあ、対立。辺境の向こうにある別世界、想像力そして運命に支配された場所。そこでは二つの力の争いが続いている。善と悪、勇者と悪者、永遠に続く残酷な因縁の輪。世界を生んだワクワクする心は凶悪で予測不能な神のものだが、運命を決定づけ物語を紡ぎ出す力はただ一人の手に委ねられる。それがフェイトメーカー。そう、貴様だ。驚いたか？責任重大だ。正直ビビってギブアップしたとしても攻めはしない。しかし貴様がフェイトメーカーとして力を示そうというのなら、全ての勇者に送る言葉を貴様にも送ろう。愚かに戦い、愚かに倒れるがいい。ねえ、はあ、クリティカルヒット。剣でアーテスをなぎ倒した。こっちもだ。よし、ね、俺の剣さば聞いたか？来てたよな。待ってろよ、ドラゴンロード。手遅れだ。貴様のパーティーに勝ち目はない。我はすでに…早かったな。俺たちは勇者だからな。俺の名はバレンタイン。濃い大きい冒険家だ。このヤバい奴はフレッペ。で、そいつは？新米勇者よ。冒険を始めたて。おい、まだフィギュアも塗っていないのか。はいはい、あんたにソウルエネルギーを奪わせないよ。バカめ、ソウルエネルギーなどとうに吸い切った。あれは無敵なのだ。ああ、マジか。悪い、新米全部取られちまったわ。城は燃えまくり、赤子は泣き叫ぶ、ギャン泣きで、この世の全てが我が軍門に下るのだ。どうする？分が悪そうだぞ。攻撃する。全員で。情けない。特に新米、貴様だ。勇者の質も落ちたものだ。もういい、消えろ。勇者たちが絶望しそうになったその時、聞こえてきたのは稲鳴きでした。稲鳴き？そう、それからキラッキラの虹の音ね。シャンシャラシャラリーンって感じ。現れたのはチープスタミオン女王。世界で一番美しくパーフェクトな統治者です。待った、そんなゲームだっけ？そう、これこそバンカー&バトラスだよ、ベイベー。そしてこの私、タイニーティナがバンカーマスター。私がルールよ。ダイヤモンドでできた魔法のバイニコーン、チープスタリオンが世界を救います。はぁ、あ、俺たちが救うんじゃないのか？まあ待ちなって、バレンタイン。物語はこっからよ。じゃ、おしゃべり終わり。ドラゴンロードに注目。チープスタリオン女王、貴様が世界で最も美しくパーフェクトな統治者でも、今回は我の勝ちだ。しかし、チープスタリオンは世界一クールな剣を構えました。
その名もロード・オブ・ソウルス。おい、まだ作ったばかりなのに。そんな、嘘だ。おのれバレンタイン、おのれフレッテ、そして誰よりおのれこの新米め。名前は全く知らんがな、あれは必ず戻る。この世界から勇者を消し去るために。こうしてドラゴンロードは倒されました。とりあえずはね。爆発的なイントロはここまで。ロールプレイを始める用意はいい？ああ、やろうぜ。うちの船は急に飛び出してきた山のせいでぶっ壊れたしな。あんたが突っ込んだの。バンカー&バッタースは大好き。レベル40のキャラなら持ってるけど。ダメ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 、今回は新キャラを作んの。新米ちゃんは初めてだし、絶対忘れられない冒険にしてあげなきゃね。用意はいいか新米。それじゃあキャラクターシートを記入した。俺が新米か。キャラ作るんだ。へえ。クラスを選択。何個あるんだこれ。ワイバーン使い。魔法の連続攻撃を行う魔法使い。これ良さそうだな。スペルショット。グレイブボーン。これは絶対ないだろう。命を引き換えにだからな。キノコの相棒。おお、マッシュルーム。マッシュルーム王だ。あー、クリティカル。暗殺者。まあ、スペルショットかな。まあ、このゲーム自体が魔法が使えるっていうのもあるし。続ける E。あ、すげえ、結構細かく変えれるんだ。頭の大きさ。ああ、変えれる。ボディの大きさ。ああ、身長。身長によってなんか当たり判定とか変わりそうだよな。ちっちゃくしとこ。頭、もうヘッドショットやられそうだよな。声。私は何でも似合ってしまうな。女。性別。我ながら見事な勇者っぷりだ。まあこれでいいか。声のトーン。これこそ勇者にふさわしい姿だ。正義はいつでも流行の最先端だ。ああ、これいいな。これにしよう。代名詞。彼でいっか。で続けるか。顔、あ、すげえ、めっちゃ変えれんな。ぶっちゃけ顔はどうでもいいからな。ランダムで。これちょっと嫌だな。気に入った顔、まあ、これでいいか。あ、これもランダムで。これでいいか。やべえなこれ。男か女か。もう完全真ん中だな。ドワーフ顔か。やべえな。
さっきの赤髪のやつこれでいいか。うん、もうちょっとここだけ切ったらもう完全になんかドイルみたいになるな。これでいいや。なんだこれ、運命のいたずらってなんだこれ。あーはーはーはは。魔法使いだからな、知力を上げたいけど、まあこれだよな、完全にもう魔法重視になっちゃうけど。ああすげえ、もうめっちゃ懐かしい感じ、こういうスキルの振り方むちゃくちゃ懐かしい。判断力はエレメンタルダメージに影響、栄翔速度、栄翔速度は命だからね、魔法使いにとっては。これが遅けりゃ、遅かったらね。よし、こんなもんでいいか。プレイヤー名ムハック、開始。おお、動かせる。ちょっと視点が、あ、はいはい、バレンタイン、それキャラクターシートに自分の顔を描いただけだね。心にある勇者像を描くんだろう。ならこれしかない。あ、そう。そんでフレッテ、初期装備の剣が必殺1000ダメージ出すとか書いてるけど。ごめん、ゼロ一つ忘れた。予定変更。もうフレッテとバレンタインに鉛筆とダイスは持たせらんない。というわけで姉妹ちゃん、あんたがフェイトメーカーよ。そんでこのふざけた人たちはあんたのアドバイザーって感じで。まあいっか、でも絶対強くなってよね。悪党を借りまくって金儲けしまくるの。分かってる、手本にしたいんだろ。俺の言う通りにすりゃ立派なフェイトメーカーになれるぜ。そうそう、最後に一つ、バンカー&バトアスはロールプレイングゲームだから、ずっとキャラになりきって喋ってね。オッケー、では張り切って一言どうぞ。俺は輝かしい栄光を約束されたもの、この地は我が伝説の始まりに過ぎない。うんうん、なかなか味わい深いね。それではファンタジーの世界へ出発。あ、何も見えないぞ。バカなの、自分で想像して。目を閉じてワクワクに身を任せて。ここはスノアリングバレー、女王の国でも上手に目立たず平和な場所。ところがそこに邪悪な、優しいチュートリアル。ちょっと待ってよ、マウスの感度を調整しながら。これだったわ。20。これでどうだ。あ、とりあえずこんなもんで行ってみようか。ちょっと遅いな。25ぐらいかな。女王の酔い声、俺たちが必要なんだな。女王はドラゴンロードが再び目覚めることを恐れています。奴の墓を見つけ復活を阻止しましょう。あ、足が見える。ぶっ飛ばしていいってことね。これライフとかマップとか書いてある設定シートね。うん、マップ表示されたね。クロッピングロードを進む、あ、あれか。スライディング。このジャンプのふわふわ感はもう相変わらずというか。攻撃はまだ何もできねえな。から流れ込む女王の魔法で、あなたはオーラの力を
こっちか。キープスタリオン女王、クエストを導いてくれるのか。その通り。ぼんやり光る蹄の跡が森の中へと続いています。倒木が道を塞いでいます。どうしますか。ジャンプ。もち、品種判別の魔法を使う。この木はジャンプのチュートリアルス。不思議なことにこの谷にしか生えません。鋭い鋼のきらめきがあなたを呼んでいます。ホットな木こり女子が。まるで俺のために用意されていたかのようだ。斧は好き。ぶった切るのにも叩き切るのにも細切れにするのにも使える。V で攻撃か。おー、なんか拾えちゃった。中に入れたらいいのにな。なるほどね。オッケー。洞窟と聞いていますが、頭上にはグツグツ岩が張り出しています。真のフェイトメーカーは背筋をビッと伸ばすときとしゃがむときを心得てる。お尻の筋肉を使ってダッシュしてからしゃがむとアクションヒーローみたいにかっこよくスライディングできるよ。早く銃を使いたいんだが。新たな道しるべがあなたを導いていますが。なんかいるな。手には危険な敵の群れが。そう、神です。やったー、戦闘片付けよ。こいつらチョキチョキしてくるぞ。オッケー。決さるのみ。まだいんのかよ。これ長押しでなんかチャージ的なもんはないのか。やっつけました。ラッキーなことに神はなぜか全財産を持ち歩いていました。いただきた。片付いたね。じゃあ上に登って蹄の跡を追おう。なんか視点の動きに若干違和感を感じるんだが、久しぶりにやるから感覚を忘れてんのかな。出た。絶対武器。この私があなたたちと同じような一回のプレイヤーだった頃からダーランズを統治してきた女王はあなたが現れるのを予知し強力な武器を残していたのです。素晴らしい。メーカーの武器は。おー、なんでこりゃ。理想的とは。クロスボウだな。勇者はどんな武器でも栄光を勝ち取ることができる。またファンタジーに銃だって。もうちょっと感度下げようか。23。だってチーノが作った世界だからね。うん、そこに趣のある小さな村があるのが見えます。しかしその先には古くて暗いお城がそびえているのでした。ズズンと。間違いない。忌まわしきドラゴンロードにぴったりの暗き遺跡だ。フェイトメーカー、闇の仕組み、それはいかがですか。なんか狙いづらいな。ちょっと待てよ。むちゃくちゃ狙いづらい。なんか知らんけど。あ、4点バーストにも切り替えれる。まずいと怒りてしまう。急がなければ。はいはい、そういうのいいから。それより塔の上には宝箱がある。戦利品ゲットよ。我はリブラ。ドラゴンロード様の忠実なる。うん、どっから登るんだこれ。我が主の墓を教えねば。ここか。そんなの知らないわ。女
あ、そっちにも箱があるわ。何これ、シールドか。視野角慣れるしかないか。おっと、土砂崩れのせいで村に入れません。もうダメだ、完全に積んだ。ああ、はいはい。ティナ、岩を爆破できる？ごめん、それは無理。爆薬なしじゃね。こうなるって信じてた。この先からゴーゴーという。ちょっと待ってね、何回もちょっと申し訳ないけど、フレームレート制限なしにすれば、激しい炎とあんま関係ないわな。カタカタ鳴る音が聞こえてきます。おい、助けに来たぞ。村はすでに荒らされ、スケリーマンの巣窟になっていました。よくも村を許さんぞ。はいはい。もうちょっとマシな武器はないのか。最初のうちはもう仕方ねえのか。外か、なんかいるわ。おお、やばいやばい。終わり。おお、アクションスキルがアンロック。はい。ちょっと待って、後で。生き残った村人を一人だけ見つけました。今にも死にそうで。貧乏そうだけど助ける？先にちょっとアイテム回収して。インベントリーですね。戦利品の確認。チュートリアルスキップできるでしょう。鉄筋武器はこれか。で、あれ？銃そんなに拾ってなかったのか？これだけか。その墓は地下墓地の中か。覚醒がぴったりの場所だな。偉大なる。この前にスキルポイント。うんうんうん、まあまあまあ、この辺は似たようなもんだな。ステータスのポイントが1。
うん、とりあえずこんなもんでいいか。ベストに女王のご加護がありますように。アローファスト城の遺跡は落ち方にあり。ファンタジーの世界ですね。あっちだよって言ってドラゴンロード様の気配を感じるぞ。バカはこの遺跡の下だな。下がってスキャルファンタジーよ。うん、まだこっちの方が使いやすいわ。それは大昔の話。ネクロマンサーだから実際殺せるんだよね。要はドラゴンロードを数百年の間さあい墓に封印してたって。そんなめちゃくちゃ怒ってさ。覗き込むとすげえ狙いづらい。あ、むちゃくちゃ腰打ちの精度あるな。おお、でもまだちょっと違和感を感じる。なぜかわからんが。まだいんのかよ。こっちの武器切り替えてえな。お、銃をいくつか持ってたら戦いながら何度でも切り替えられるよ。おお、よし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 。両方ともサブマシンガン系か。弾数が多いのはこっちだな。俺がバンカーマスターをやってもいいか。おお、すげえ。シナリオを書いたんだ。オークが出てきてキスシーンもある。氷属さんの武器だね。ちょっと喉が。ないったらないって。ティナはもうプレイヤーやんないの。でもお気遣いなくこの先登れると思ったんだけど無理か。用意してるからね。生きてんならキビキビ。ご了承。弾薬が少なくなると連射速度が落ちるんだな。弾すげえ動くなこれ。よしよし。